中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第3回目の放送でございます。1回目の時に土井勝さんという方のお話をしました。テレビジョッキーという、ね、番組をやってらした方でしたけど、もともと彼は文化放送のアナウンサーでしてですね、真夜中のジョッキーという深夜放送をやってたんですね。僕はそれは大好きで、中学2年の時でしたけれど、どんな番組かと言いますと、ダジャレを募集する番組なんですね。ダジャレで土井さんがダジャレお題を出して、でそれに対して一生懸命考えて投稿するという。である時、映画を題材にしてダジャレを作るようにという、ことがあったんですね。それで一生懸命考えまして、当時吹っ切ったばっかりの猿の惑星という映画がありました。その猿の惑星を使って考えてみたんですね。猿の惑星、人間の木星って書いて送ったらですね、なんと読まれまして、これは読まれるってことはもう大変な作品ですからね。リクエストカードが読まれるのとわけが違いますから、作品が読まれてですね、翌日もう友達も聞いていますから、お前読まれたなーってもう大ヒーローになりましてですね、すごいすごいと、これはいいなと思って、もう俺はもう大きくなったらもうダジャレで食える人になりたい、その時本当に思ったんですよね。で今の仕事の大体4割ぐらいはダジャレでできてるんで、ほぼほぼこう夢が叶ったっていう感じがありますけど、ダジャレじゃないんですが、他にも投稿してましたね。袴光雄さんっていう放送作家の方がいて、その人の番組で、ザ・ピーナッツって双子なんだって、どっちがっていう、とか、台風に襲われたんで俺死んだふりしたっていう、なんじゃこりゃって言われましたけどね。そんなようなこと、AKB の秋元さんもやっぱり同い年ぐらいですけど、投稿魔だったらしくてですね、そのまま彼は放送の世界に行って、今あんな大きく太っちゃったんですけど、あと深夜放送というとですね、 TBS のパックインミュージック、あと文化放送でセイヤング、日本放送でオールナイトニッポンというね、この3大番組がありましたけれど、僕は洋楽好きなんで、洋楽の情報を教えてくれる福田一郎さんとか、八木誠さんとか、高崎一郎さんとかですね、そういう方々の番組を好んで聞いておりました。番組聞いていますと、ヒットチャートをつけたくなっちゃうんですね。こう統計を取りたくなるっていう妙な癖がありまして、ですから曲がこう流れるたびに1位って小の字書いてですね、こうランキングを作ったんですね。で今週のヒットチャートみたいなことをですね、自分で作ってそれを友達に配ってました。そんな中学生時代、もう本当ラジオ少年でした。ではここで、おはがき読みたいと思います。安城市の伊藤義明さん、新型コロナウイルスで日本中大変なことになってしまっています。本当ですね、我々高齢者は高齢者だね、特に気をつけたいものです。ヒネルズの CD 届きました。早速聴かせていただきました。全体を聞いて第一印象はポップでご機嫌な歌が揃って、今のよどんだ空気を一気に換気させてくれる、そんな感じでした。ヒネルズは男2人では色気ないのですいません、山野さんが加入してとても良い感じになっています。山野さんとの掛け合いの歌とかほっこりします。山野さんの声がとてもキュート。プリーズミスターポストマン、雨に濡れてもは私も好きだった曲。中川役してんですね私ね、中川役も面白い。我々同年代には懐かしく、若い人たちにはきっと新鮮に感じるのではないでしょうか。中川さんがいい意味で浮かれているのがまあね、浮かれてますわね。好印象のアルバムになってる気がします。忘れがちですが、下山さんのデザインもこのアルバムを引き立てています。下山さんいい仕事しますよねって、下山さんっていう人のね、
下山渡るっていうあれはデザイナーで、もうデザインがすごく褒められてますね、評判が良いです。下山君のこと僕は、ね、下山君って呼んでますけどね、下山って下山って書いてます。ではちょっとね、彼も好きだったという雨に濡れても聞いていただきたいと思います。どうぞ。僕の薄くなった頭の上に落ちてくる雨の雫が Raindrop keep falling on my head ポツンと。だから僕はお日様に少し文句を言ったのさ。あなたが仕事をサボったばかりにこんなことに。けれども僕はへこたれないさ。もうすぐいいこときっとやってくるはずさ。泣き言は言わないさ。男の子だもん。長いこの雨もいつかそのうち止むはずさ。僕はね大丈夫。もうすぐいいこときっとやってくるはずさ。決して泣き言は言わないさ。男の子だもん。長いこの雨もそのうち止むはずさ。僕はね大丈夫。じゃないのよラジオなの。見えるラジオ。ソングブックカフェという保育芸能人のプロダクションがございますけれど、私もそこの一員でございましてですね、鈴木翼、ロケットクレヨン、ガーガーズ、福田翔というね、メンバーがおります。その福田翔くんが今度コロンビアレコードから新しい CD が出るっていうんで、ちょっとお話を伺いたいなと思って、今電話がつながってるんで呼んでみたいと思います。翔くん、こんにちは。今度友達の花っていう CD ができますね。どんなアルバムですか？はい、これはですね、お家でもそれから保育現場でも、たくさん遊べる遊び歌がいっぱい入っています。手遊び、あと触れ合い遊び、体操、それから表現遊び、いろいろ入っています。それから歌も、たくさん入っていて、朝の歌おはようという歌は、NHK のお母さんと一緒でも、放送されていましたが、今回は僕が歌ったバージョンで収録されています。それから子守歌の大好きだよおやすみという歌や、お誕生日の歌君が生まれた日という歌がありますが、それは NHK のね、今度は BS のお父さんと一緒っていう番組で歌のお姉さんを務めていた安藤直子さんが
歌ってくださいました、とても素晴らしい歌声なのでそれも聴いてほしいと思います、それから同じ星の子供たちという歌では、作曲者の大友武さん、それから編曲者の柿島真嗣さんが、コーラスを務めてくださいました。それもぜひおすすめなので聴いてほしいと思います、歌があったり、遊び歌もあるので、盛りだくさんな内容なので楽しんでほしいと思います、一日と言わず一年中楽しんでほしいと思っています。ちょっと説明長かったけど今キャンペーン中なんだよね。はい、そうなんです。4月29日の発売の前に予約していただいた方には僕がサインを書かせていただいて、そして一つ特典があります。また遊ぼうという歌が収録されていますけれども、そのカラオケバージョンが CDR になってついてきます。このまた遊ぼうという歌は、お友達とバイバーイってしたりタッチしたりとかツンツンしたり触れ合ったりする、遊び歌なんですけど、どんどん歌ってくると子供たちがいろいろアレンジしてくれると思うので、そのアレンジバージョンを歌ったりできるので、そのクラスのオリジナルな遊び歌が生まれると思うので、ぜひこの機会に予約してほしいと思います。子育て支援センターだったり児童館のね、親子のクラスもあると思いますので、そこで使っていただいたり、そこで生まれる新しい触れ合いが、カラオケバージョンで楽しめると思いますので、ぜひこの機会に予約してほしいと思います。よろしくお願いします。まあ、また長かったけどさ、後ろにある絵は何なの？はい、どうもありがとうございました。全然話聞いてないじゃないかよ。ということで、翔くんと電話インタビューいたしましたけれど、なかなかね、かっこいいですね。俺の若い子にはそっくりだ、本当に。彼はね、声を別に張るわけじゃない、そんなんじゃないんだけど、面白いこと、そういうわけでもないんですけれど、それなのにね、こうお母さんたちとかね、もう大人気なんですよね。もう彼はちょっとまあそういうお母さんと子供相手になんかちょっと手汗び流せるとみんなふわーっとなってね、本当に羨ましい。そんな翔くんがですね、彼はずっとサッカー選手だったんですね。とてもリフティングっていうんですか、すごく上手で、リフティングしながらまあ遊びとはできないかって言ったらやってくれました。素晴らしいんで見てください、どうぞ。リフティング遊び歌お化けの街。一丁目でお化けが出たぞ、傘お化け、ね、二丁目でお化けが出たぞ、一つ目小僧、パチパチパチ。お化けが出たぞ、猫娘、にゃー。四丁目でお化けが出たぞ、ひたもめん、ゆらゆらゆら。五丁目でお化けが出たぞ、のっぺらぼう、バー。もう一枚おはがき読みたいと思います。埼玉県日高市の小宮山さゆりさんですね。こんなイラストも描いてくれました。ゆったり感が大好き、師匠、師匠って言うんじゃないんだけどさ、見えるラジオ楽しかったよ、師匠の YouTube 待ってました。待ってたんだ、早くコンサートで会いたい、俺も会いたいよ、応援してますね、バイワマケタ、ワマケタちゃん、ね、ヒネルズのリクエストかと思ったらオンスの輪になってというね、私がかつてやっていたバンドでございますけど、このようなね CD も1枚出しておりますが、
こちらにいるのが、これが王子ですね、うん、大友武君、そして真ん中が野の穂ちゃん、かわいらしい、素晴らしく歌のうまい子でありましたけれど、こんなバンドをちょっとやっておりました。輪になってというリクエストですけど、これはあの中田義彦さんという人のオリジナルでですね、その中田さんという人は、どういう人かというと、なんとあのハッピーエンドの細野さんと大滝さんを出会わせた人だっていう、3人でコーラスグループもやってたんですね、ビージーズとか歌ってたっていうんですが、驚きですが、いつもそう飲むと、その俺があの細野と大滝合わせたんだっていつも自慢しておりましたけれどね、亡くなってしまっちゃったんですけど、その僕たちトレアの頃から好きな歌で、これを歌うレパートリーにしてました。オンスという新しいバンドを作った時もこれをやろうということにしました。僕が60還暦の時に、還暦2週目ライブっていうのをこうやって、これがこの中川博太が TV ショーにおまけというか、まあ、入ってるんですね。でそこで、オンスも出てきてもらっていたので、そこの映像を見ていただきたいと思います。オンスで輪になって。曇った空が少し晴れたら、大きな声張り上げて、僕たちはここにいるって叫んでみようよ。擦り傷だらけの小さな足でも、一人で歩いて行けるよ。今は輪になって歌おう、輪になって踊ろう、なら輪になって、電車が少し空いたら、いろんなものが見えるのに、僕たちが欲しいものを分かってもらえるのに、泥にまみれた小さな手でも、一人でつかめるはずさ。今は輪になって歌おう、輪になって踊ろう、なら輪になって輪になって。
一旦コマーシャル。ノリニス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 、つつきて巻きのり浜乙女、酢飯がなくてもお寿司が手軽に、つつきて巻きのり浜乙女。なぞなぞ並んだぞなぞなぞろり、にらんでなぞなぞ笑ってぞなぞな、夢でもなになに起きてもなかなか、まだまだなぞなぞなんともなぞだ。なぞなぞ並んだぞなぞなぞろり、この「なぞなぞ遊び歌、という本がございますが、これは角野栄子さん、魔女の宅急便で有名な角野栄子さんのいわば詩集ですかね、なぞなぞの、なぞなぞ集でございます。いえば鈴木浩二さんね、素晴らしい絵がついておりますけれど、全部で50個ぐらいのなぞなぞがあるんですけれど、もう28年ぐらい前ですけれど、私これに全部曲をつけて、曲をつけたんですけど、あまり発表する場がなくてですね、たまにライブなんかで、やることはあったんですけれど、ほとんどなくて、ここで見えるラジオで発表できるということでですね、非常に喜んでおりますけれど、それでは早速第1問。朝みんなに握られて、ご飯の後にも握られて、口にパクリと入れられて、くちゅ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 働かされて、ご苦労様とも言われない、なんだ。では第2問。あたしのものなのに、いつも後ろに隠れてばかり、振り向いても振り向いても見えない。さあ何でしょうか。影じゃありません。振り向いても見えないからね。なぞなぞ遊び歌、今日は2問出しましたけれど、この後も続けて、やりたいと思っています。答えは一番最後の画面にちょこっと出ます。それまで考えててね。中川博隆の絵本読み聞かせやっしょ。今日の絵本はおいでおいで、作福田翔、中川博隆って連名になっておりますけど、まあ、大体福田翔君が考えたものをちょっとお手伝いしたっていう感じかな。絵、亀沢優也さん、ね、初めて組みますけど、ではおいでおいで拍手。一本指立てておりますね。おいでおいでこの指止まれ、坊やが指を立てると、誰かな誰かな、誰か来たよ。あ、うさぎさん、ぴょーん。うさぎが坊やの指に止まった。何して遊ぶ。そうだ、縄跳びしよう。あれ、誰か飛んでくれないとできないね。そうだ、誰か呼ぼう。おいでおいでこの耳止まれ、うさぎが耳を立てると、誰かな誰かな、なんだろうね。ウキー、あ、お猿さん。お猿がうさぎの耳に止まった。縄跳びしよう。お猿さん飛んでね。縄跳びでいっぱい遊ぶとボールが転がってきました。ねえねえ、このボールでサッカーしない。
でも僕たち3人じゃサッカーできないよね、お猿が言いました。するとウサギが、じゃあまた誰か呼ぼうよ。おいでおいで、この尻尾止まれ。お猿が尻尾を立てると、誰かなこれ、なんだろうね、誰かな誰かな、パオーン、あ、ゾウさん、ゾウがお猿の尻尾に止まった。これでサッカーできるね。でもさ、もっといっぱいいたらもっと楽しいと思う。そうだね、じゃあみんなで呼ぼう。おいでおいで、僕たちに止まれ。坊やは指、ウサギは耳、お猿は尻尾、ゾウは鼻を高く上げました。するとひゃー、動物たちがやってきて、みんなに止まった。さあみんなでサッカー大会だ。すごいね、わー、みんなでサッカーしてる。おいでおいで、でした。おしまい。ロケットクレヨンの、はい、終了。ソングブックカフェに、ロケットクレヨンというタレントさんがおりますが、鳥取出身の、鳥取在住のアーティストでございますが、彼ら二人組なんですが、たかしくんというね、方がこちらから見て左側の人ですが、彼がとてもこう喋る時に間違いっていうのかな、なんか多いんですね。まあ、毎回こうステージで、とんでもない発言をこうなさるんですけど、まあ、これが非常に面白くて、ファンの方たちも 大好きな、またやってくる、またやってくれたみたいな感じがあってね、非常に嬉しくなるぐらいな間違い方なんですが、でこれを、まあ、あのコーナーにいたしましてですね、はい終了というコーナーでございます。たかしくんが間違った瞬間、はい終了とさとしくんが言って番組が終わるという、なかなか珍しい番組でございますが、では鳥取のロケットクレヨン、はい、こちら鳥取のロケットクレヨン、たかしとさとしです。中川さん、イエーイ。そして見えるラジオをご覧の皆さん、こんにちは。はじめまして、ロケットクレヨンです。はい、ね、というわけで、はい、中川さんの見えるラジオ始まって、はい、僕らもこう出ることができて、はい、本当にありがたいね。そうですね、ありがとうございます。まあ、鳥取から発信してるということで、はい、じゃあ今日は鳥取のいいところを、あ、皆さんに紹介したいと思います。紹介、まあちょっとゲームなんかをして鳥取県のいいところをね、探しました。紹介探しました、探しました、紹介したいなと思います。はい、ではじゃあ古今東西を何度でいいですね、ちょっとリズムに乗って、はい、いろいろアピールしていこうと思います。うんうん、やってみようか。 OK、 古今東西、ほ、イエーイ。鳥取県といえば、イエーイ、どこどこどこまで、どこまで行くの、これはいつ始まるの、終了って言いたいのですじゃあまあもう続けよう。どうしよう、だから始めればいいんだよ。どうやって始めるの。鳥取県のいいとこ行って、ポンポン、あ、ポンポンね、ポンポン、オッケーオッケー、それ決めてなかった、はい、ポンポン、うんとこ、ポンポン、うんとこ、なんとか、なんとか、なんとか、まあ、ここは流そうかな、1番、2番、3番、4番10番、オッケーいいよ、10番、10番、オッケー、オッケー。さあ、それは参りましょう。鳥取県といえば、はい、ポンポン、作曲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 、終了。中川さん、次回紹介したいと思います。スタジオにお返しします。もう一回、前回もお送りしましたテレワークライブ、ヒネルズのテレワークライブでございますけれど、今回は虹を歌いたいと思っています。虹というね、歌ができて今年で30年になるんですけど、こんなことになろうなんてことはもうね、夢思っても見なかったんですけれど、きっと明日はいい天気というフレーズが結構皆さんの心に刺さっているようで、ロンドンブーツの淳さんとか、アスクの金子新平くんとか、写真を集めたり絵を集めたりして、みんながフレーズを歌ってくれたりしてですね、キャンペーンが広がっております。本当に先が見えませんが、
まあ、頑張って長くなりそうだな、ね、頑張ってやっていきましょう、ね、ではテレワークライブ2時です。見えるラジオ3回目いかがだったでしょうか。今日はなんか福田翔くん特集みたいな感じになってしまいましたけれど、
まあ可愛い後輩なんでどうぞよろしくお願いいたします。おはがきお待ちしておりますよ、ね。ここまで送ってください。なぞなぞの答えもちょっと出てるのかな、ね、これが答え、うん、ということで、また来週月曜日にお会いしましょう。さよなら。